Please have a look carefully at the center of this object. The surrounding is whitish, but the center looks greenish. Yes, make sure that the center looks greenish. And please pay attention to this green or greenish color. This color of green connected the small UFOs that appeared in my room with the donut-shaped UFOs that appeared at the study session in September 2019, and the donut-shaped UFOs connected the massive UFOs that appeared during the spacewalk experiment of STS-80 by Space Shuttle Columbia in 1996. So, in this way, the UFOs that flew around my room, the UFOs that appeared at the study session, and the massive UFOs that appeared during the STS-80 mission are all connected. Again, please have a look carefully at the center of this object. The surrounding is whitish, but the center looks greenish. This is important. Please make sure and keep it in your mind that the center of this object is greenish. この物体の中心部を注意深く見てください。周囲は白ですが、中心部は緑っぽく見えます。そうです。中心部は緑っぽく見えます。この緑色に注意してください。この緑が私の部屋に現れた小型 UFO と、2019年9月に勉強会に現れたドーナツ型 UFO を結びつけてくれました。そしてそのドーナツ型 UFO がコロンビア号による STS-80 の宇宙遊泳実験ミッションの時に現れた UFO 群を結びつけてくれました。つまりこうして私の部屋を飛び回った UFO、 勉強会に現れた UFO、 そして STS-80 ミッションの時に現れた UFO がつながりました。繰り返しますが、どうかこの物体の中心部を注意深く見てください。周囲は白ですが、中心部は緑っぽく見えます。緑色が白いもやもやのようなもので包まれているのがわかります。ここが重要です。とにかくこの緑色に注意してください。この続きはもう少し後で話します。広し林、浜松シティ、ジャパン。2019年4月16日のことです。JR 岐阜駅前にある16プラザ会館で勉強会を開いていた時のことです。二人の方がですね、緑のドーナツ型の UFO を目撃しました。大きさは15センチから20センチです。で、その時のことなんですけども、これから先この緑のドーナツ型 UFO について説明しますけども、二人の証言によればですね、その緑のドーナツ型 UFO がですね、ホバリングしていた位置がですね、違うというのですよね。で、それについて簡単に前もって説明しておきたいと思います。で、二人の方がですね、つまり、約15分から20分近く、その緑の、まあ、いわゆるドーナツ型のですね、ホバリングしている UFO といって良いものがですね、私の、まあ、体の左右に現れたというのです。今ご覧いただいているのが、その時の様子なんですけども、右下がですね、鈴木 Y さんがその時の、まあ、ドーナツ型の UFO をですね、書いてきてくださったものです。で、右上がですね、私の妻がですね、私の自宅で書いたものです。で、この両者がですね、ちょうど中央に
今ご覧いただいているようにですね、別々の場所に現れたというのです。私の向かって左側に鈴木 Y さん、そして私の向かって右側に私の妻が見たというのです。この位置のズレをどう判断するかについてですけども、前もって簡単に説明しておきたいと思います。これがですね、当日の16プラザ会館の会館です。そしてその4階で勉強会を開いたわけですけども、これがその部屋ということになります。向かって左が北側、向かって右側が南側ということになります。南側は廊下です。で、この位置においてですね、鈴木 Y さんはピンクで示した位置あたりに座っておられました。で、私の、皆さんから見て向かって左側にそれを、目撃なさっておられたということです。で、この絵そのものはですね、鈴木 Y さんがご自宅で書いてきて、送ってきてくださったものです。で、私の妻はですね、この緑あたりですね、一番最高列の端の方に座っていたわけです。この写真では写ってませんけれども、その位置からですね、私の向かって右側にその物体を、見ていたということなんですね。お互いに15分から20分、結構長い時間ですけども、それがですね、ホバリングしてたと。他の方には全く見えませんでした。上の図はですね、その鈴木 Y さんがですね、このような状態で見えましたというふうに、その即立って送ってきてくださったものです。で、向かって左側に位置にですね、上の図の左側の位置に鈴木 Y さんが、そして向かって右側の位置に私の妻がその物体を見ていました。高さは私の顔の左右ということで、ほぼ同じということになります。となるとですね、つまり、この二人はですね、別々に、別々のものを見ていたのではなくてですね、その手前の空間に浮かんでいるものを見ていたということになるのではないでしょうか。そうであるならばですね、二人がですね、別々の場所で見たというその謎がですね、解けると同時にですね、もう一つ別の謎が生まれてくるわけです。つまりこの物体、緑のドーナツ型の物体はですね、空中から光を発していたというよりもですね、もっと別のエイリアンテクノロジーを使った光ではないかということになるわけです。というのは、光源体を誰も見ていなかったということなんですよね。そして同時に他の人には見えなかったということなんですね。そして遠近感が2人とも違うということですね。遠近感がないということです。で、2人はですね、私の左右に見たと、証言しているわけですけども、左右のその位置がですね、つまりこの縦の位置がですね、私の左右ではなくて、実はそのような錯覚を覚えさせるような位置にあるように見せるように、つまり空間から、何もない空間からその光を発してですね、それを二人の人が見ていたということになるのではないでしょうか。とにかくこれもですね、ある意味で人間が知らない未知のエイリアンテクノロジーの一つということになるのかもしれません。そんなことをご承知おきの上ですね、続く動画をどうかご覧になってください。It was September the 29th, 2019, at the seminar meeting of mine held in Gifu City, 7 to 8 people witnessed the green mysterious lights flying around over my head. Some are photographed, and 2 people also witnessed a donut-shaped UFO about 20 centimeters in diameter, hovering deadly stopped in the air. These 2 people witnessed a donut-shaped UFO, but each of them drew in a picture the UFO in a different place and left them. And the pictures they drew were exactly the same. Both of them say that it was aGreen object with a white surrounding and a beautiful green in the center.
2019年9月29日のことです。岐阜市で開いたセミナーの会場で7、8人の人たちが緑の怪光が私の顔面の上を飛び回るのを目撃していました。一部は写真に撮られていました。また2人の人は直径が20センチ台のドーナツ型の UFO が空中に停止しているのを目撃していました。そのドーナツ型の UFO を目撃したのは2人だけでしたが、それぞれが別の場所でその UFO を絵に描いて残してくれました。そしてその2人が描いた絵はピタリと一致しました。周囲が白、中心部が美しい緑色の物体だったと言います。広志林、浜松シティ、ジャパン。And in 1996, very similar UFOs were shot in a video camera from inside the STS-80 space shuttle Columbia. The objects are flying in space in various shapes. I, Hiroshi Hayashi, decided that the STS-80 UFOs and the UFO that appeared at the seminar meeting in Gift City were the same objects. 1996年のことです。大変よく似た UFO が STS-80 スペースシャトルコロンビア号の中から撮影されていました。その物体は様々な形に形を変えて宇宙を飛行していました。私はその STS-80 UFO と岐阜市のセミナー会場に現れた UFO は同じ物体であったと判断しました。But the case didn't end here. Another UFOs were filmed in the same STS-80 mission. There were jagged UFOs that looked like thin lines. These jagged UFOs, which looked like thin lines, were also accidentally photographed at my seminar meeting in April 2019.And in October 2020, this time, it was also shot in my study. In this way, a series of these incidents were connected in a related way through UFOs filmed during the STS-80 mission. が事件はここで終わったわけではありませんでした。同じ STS-80 ミッションの中で別の UFO が撮影されていました。細い線のように見えるギザギザ型の UFO です。この細い線のように見えるギザギザ型の UFO は2019年の4月に私の勉強会の席でも偶然撮影されていました。そしてさらに2020年10月に今度は私の書斎でも撮影されていました。こうして一連の事件が STS-80 ミッションの中で撮影された UFO を介してそれぞれが関連性を持ってつながりました。But even more, the incident didn't end here again. In April 2020, an incident occurred in which many white objects flew around in my study. One of these objects slipped through my head and a cup and flew from right to left in front of the monitor screen.さらに事件が続きました。2020年4月に
今度は白い物体が私の書斎の中を飛び回るという事件が起きました。その物体は私の頭とコップの中をすり抜け、モニター画面の前を右から左へと飛んでいきました。I have watched the image many times here and there very often, but I have also learned this. Look carefully at the white object. The white object was not just a white object. You can see that the center is vaguely green. The center is vaguely green. In other words,The object photographed in my room in April 2020 was connected to the UFO photographed in a series of other incidents. Two people who witnessed it say that the donut-shaped UFO that appeared at the seminar meeting in September 2019 also had a beautiful green color. Again, had aBeautiful green color. その画像はあちこちで何度も取り上げてきましたが、さらにこんなことも分かりました。その白い物体を注意深く見てください。その白い物体はただの白い物体ではありませんでした。中心部がぼんやりと緑色になっているのが分かります。繰り返します。中心部がぼんやりと緑色になっているのが分かります。つまりこうして2020年4月に私の部屋で撮影された物体が他の一連の事件で撮影された UFO とつながりました。2019年9月にセミナー会場で現れたドーナツ型の UFO も美しい緑色、美しい緑色をしていたと言います。
video diary November the 3rd, 2020 by Hiroshi Hayashi, MMS City, Japan ビデオ日誌2020年11月3日林博史です。こんにちは。今日はとても興味深い話を皆さんにお伝えすることができると思います。というのもですね、今までつまりこの4年間においてですね、私の近辺で起きた事件、まあ、それぞれをですね点とするならばですね、その点と点がですね線でつながっているいたということです。まあ、それを皆さんに順に説明していきたいと思いますけれども、左側の方にですね一覧表といいますか表を作っておきました。でその表を見ながら皆さんに話をしたいと思います。で順に話していきますけれども、2016年の9月26日ですね、早朝に大豪雨事件というのが起きます。それまでにも聞いたことないような大雨がその朝降っていました。ものすごい音でしたが、実際には雨は一滴も降っていませんでした。当時の天気を調べるとですね、まあ、調べてくださった方がいらっしゃったわけですけども、曇りは午前中は晴れということだったそうです。でこれが9月26日に起きたわけですね。で続いて10月28日、くしくも私の、まあ、戸籍上の誕生日ということになるわけですけども、その朝に第2回目の大豪雨事件が起きます。今度は浜松市内の自宅で起きます。第1回目の9月は山の家の方で起きました。音の質は同じだったんですけども降り方が違いました。9月はですね、まあ、寒暖なくと言いますか、1時間15分前後にわたって同じ一本調子で雨の音が聞こえていました。10月はですね、ザザ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 というような抑揚がありました。雨の音の質は同じでした。竹籠の中で小豆をねぶちまけるような音です。それが何重にも重なって雨の音になっていました。でこの雨の音がですね、その後も何度かありました。例えば、その2016年の12月、 K 広和君事件というのは起きます。私がその高校1年生の K 君にですね英語か数学を教えていた時のことなんですけども、突然彼がですねクソって言い出したんですね。でどうしたんだって聞くと、雨が降ってきやがったって言うんですよね。で私はパッと飛び上がって空を見ますか、あの南側のねガラスを開けて空を見ましたが、星が輝いていましたという事件が起きました。その K 広和君事件についてはですね、 K 広和君が卒業した年のですね4月か5月ですけども、電話でインタビューして証言を取ってあります。興味のある方はですね、私の林博史のホームページの方から、古代文明へ入っていただければ、その証言を聞いていただけます。が雨の音はそれだけではなかったわけです。2018年の4月にパーティー事件というのが起きます。そのパーティー事件に先立ってですね、午前6時ごろ、30秒ぐらいだったと思います、短い時間です、雨の音が聞こえてきました。それは耳鳴りとも違います。確かに雨の音でした。でその音を聞いた瞬間にですね、あの時の雨の音だと分かるような雨の音だったです。それほど大きな音ではありません。ザザザザザザーと聞こえてたんですね。そしてその朝の9時、時刻ははっきりしませんけども、9時か10時ですよね。本の方では確か10時から11時というふうに、どうしてか知りませんけども、そのように勝手に書き換えられていましたけども、多分ですよ、ちょっと詳しくは覚えてませんけども、実際には9時から10時だったと思います。というのはワイフにその後電話をしましたのでね、それでまあその時刻
というふうに覚えて、まあ、今はね、まあ、はっきりそこが本当のところわからないんですけども、その時にパーティー事件が起きたわけです。その朝にですね、6時ごろ雨の音を聞きました。そしてずっと、まあ、下りましてですね、2019年の11月の30日でしたよね。その時に雷鳴音事件というのが起きます。私が作っていた動画の中にですね、雷鳴音が混ざり込むという実に奇怪な事件が起きました。でその雷鳴音につきましてはですね、皆さんにやはり、その音をですね、音そのものを皆さんに聞いていただくことができます。やはり林浩司のホームページの方からおいでください。こうして雨の音、豪雨の音ですね、豪雨の音がつながっていきます。そして2016年の11月に今行くよ事件というのが起きます。ワイフと私とこたつに座ってますと、6時10分か15分前ですけども、ワイフの声です。聞いたその瞬間に、あ、ワイフの声だと分かるようなワイフの声でした。その声で今行くよってそう、まあ、頭の中で割れるような大きな音で聞こえたんですね。それでその音で驚いてワイフにですね、横にいましたから、お前今行くよって言ったかって言いましたら、彼女がですね、首を振るうのを見届けるや否や、まあ、そのような雰囲気を見るや否や、私は立ち上がってですね、そして全体で後で数えてみましたら20歩歩いていませんね、のうちに、まあ、外へ出て裏庭へ出て家の角へ来たわけですね。そこで時計と反対回りにぐるーっと振り返りながら上を見たら V 字型の巨大な UFO がホバリングしていました。それが11月です。そして12月に K 弘和君豪雨事件というのが起きます。ここには書きませんでしたけれども、同じようにしてですね、2020年の実は2月にも一度起きています。その時は女子中学生だった、M さんですね、 M さんがその同じようなことを経験しています。ただしそれはその場で M さんがそのように言ったのではなくてですね、家へ帰ってからご両親にそのように話されて、ご両親からそういう連絡をいただきました。 M さんは K 君のその豪雨事件というのを知らないはずです。しかし全く知らない M さんがですね、2020年の2月、ここには書いてありませんけれども、2020年の2月に同じような経験をしています。やはり雨の音をしばらくの間聞いていたけれども、大豪雨の音です。しかし雨は一滴も降っていなかったという事件になるわけですよね。そして2017年に入ります。まあ、ジョナサン・リード事件というのが3月23日に起きるわけですけれども、まあ、それはですね、あまりにもという意見、事件だったもんですから、まあ、ほとんど人には話してませんしということなんですけども、今から思いますと、要するにいわゆる、まあ、テレパシー事件ということになるわけですよね。まあ、それはまた別のところで話させてください。そして11月に入りまして、いろんなことが起きます。玄関灯がついていたりね、まあ、いろんな事件が起きるわけですけども、その時に第1回目の確か画像転送、あ、いや、そうです、11月の初めに第1回目の画像転送事件が起きます。それから、まあ、いろいろありました。赤い開口を見たのは、ごめんなさい、12月はですね、あの11月はですね、で28日の夜ですね、そうです、11月の28日の夜にですね、まあ、私とワイフがですね、披露宴でね、まあ、あの寝ていました。その時はあの寝室から布団を運んでですね、外が見える位置に、ね、布団を敷いて寝ていたわけですけども、寝ている時また目をと、まあ、あの私はカタログを読んでまして、ワイフは外側を見て、ね、寝ていた時にツートンカラーの、ね、UFO をワイフは目撃しています。上が白で下がコバルトブルーの、まあ、そのこの世のものとは思えないほど美しい UFO がですね、庭の上にホバリングしているのをワイフが見ています。でその後ですよね、あの12月に入って画像転送事件、12月1日ですね、画像転送事件第2回目があります。第1回目はですね、その少し前にあったんですけども、あの何月の来たかはあまりよく覚えてません。記録の方には残っていると思いますけれども、今この手元って言いますか、今の私の記憶の中には分かりません、あの入ってませんけれども、その少し前です。でこの時に第2回目の
画像転送事件というのを経験しています。それから、その時にね見せてもらったのが、まあ今から思いますその後に分かったことなんですけども、火星の、様子です。6神から7神に分かれた火星の様子です。第一神は真っ赤なって言います、キツネ色の美しい大地でした。それから2、3、4、5、6といろんなところを見せてもらいました。でその時は鮮明に覚えていて絵も描いたんですけどもね、その絵がですね今どこ見ても見当たらないんですね。どこかにしまい込んでしまったと思います。まあ、そういう事件が12月に画像転送に事件第2回目が起きます。第1回目はですね、その少し前ですけども、2、3ヶ月前だと思うんですけども、書類です。数百枚の書類を見せてもらいました。紙ではないんですけど、紙のようなね、紙の上、紙ですかね、やっぱりこう、なんて言いますか、ややこう、今から思うとですよ、プラスチックっぽい、なんとかテカテカしたような美しい紙に、まあ、いわゆる図形と文字がですね、ぎっしり書いたのがですね、本当に5分か6分の短い時間なんですけど、その間に、まあ後で計算してみますとね、100枚以上は見せてもらったということですね。でそれはいろんな図形が書いてありました。それが第1回目の画像転送事件です。そして2018年に入りまして、4月に私がですね、まあ、大変な経験をするわけですけども、その日にですね、パーティー事件というのが起きます。4月の25日ですよね、にパーティー事件というのが起きます。で朝6時頃にですね、雨の音を聞いて、それから9時から10時までにパーティー事件が起きるわけです。まあ、それについてはですね、あまりほとんどと言いますか人には話していませんので、ここでは勘弁してください。そして7月にその2018年の7月ですよね、赤色の開口事件というのが浜松市の JR 浜松駅前の近くのですね会館で起きます。その時に延べ4人の方、1人 M さんという方はですね2回見られましたので、2回ということは勉強会が始まって15分足らずだったと思いますけど、ちょっとその時間も正確じゃなくて30分だったかもしれません。私が話し始めている時にですね、天井から、ま、黄金色とおっしゃいましたね、黄金色の光が2つ並んで降りてきて、そして私の左肩の上で消えるという事件が起きました。私には何も見えませんでした。そしてその日の、3時、まあ、合間にね2、30分休憩を取ったんですけども、その前ですよね、その前にそうですね、赤い開口が、私は見てないもんですからね、見てればですね、こういう曖昧な言い方はしないと思うんですけども、まあ、皆さん3人の方がですね、赤い開口が私の周りで飛び回るのを目撃なさいました。それが赤い開口事件なんですよね。そしてこの赤い開口事件というのはですね、その翌月の8月熱海会でも起きます。そして2人の方が目撃なさいます。そしてですね、この開口事件というのはそれからも続くんですね。2019年の4月には黄金色の開口事件、それから9月には緑色の開口事件というのが続いておきます。それからその2019年の12月には六芒星、大きな六芒星が私のやはり背中側に現れるわけですよね。でこうした開口事件というのはですね、2018年の開口事件以降はですね、勉強会で起きたということですね。そして私自身は全く見てないんですよ。私の背中側で起きているわけですよね。まあ、その理由も私実は分かっているんですけどもね、まあそれはまた別のところで話させてください。そしてその開口事件、開口事件、開口事件、開口事件と4回開口事件が、まあ、勉強会の席で起きるわけです。で、まあ、7月にね、でその時にですね、2018年の4月です。ごめんなさい、2018年の7月に赤色の開口事件が起きます。そして8月に白色の開口、これは開口じゃなくて光ってはいなかったみたいです。ぼんやりとした光だったというふうに、まあ、2人の方が証言してくださいました。ぼんやりとした光ですから、開口というよりも白い光球体、光という言葉は使いたくないんですけどもね、要するにボールのようなものが、まあ、ふわ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 と浮いて移動していったということなんです。その様子はですね、ずっと下りまして、2020年のですね、4月に部屋の中で UFO が、まあ、動き回るという事件が起きます。その様子はですね、たまたまその様子をですね、私がビデオカメラで自撮りしながらですね、
動画の中で、まあ、ビデオダイアリーの中で話しています。ですからもし皆さんの中でね、もともとの原画をご覧になりたいようであるならばですね、ビデオダイアリーもやはり林浩司のホームページの方に収録してありますから、4月14日付の、ビデオダイアリーをご覧になってください。その、時刻は今忘れましたけども、17分、まあ、ごめんなさい、ちょっと時刻は忘れましたけど、どっかにそれ書いてあるんですけども、その中にそれが入ってきたということですね。その白い開口、そこにも白いぼんやりとした光が出てくるわけですけども、それと似ているんじゃないのかなというふうにして私は勝手に想像しています。ただその様子をですね、まだ未だにその M さんにも、そのからもう一人男性の方いらっしゃったんですけども、確かめていません。ですから、まあ、おそらく同じようなものであって、それ自体は光ってなかったということなんですよね。そして10月にワイフの UFO 遭遇事件が、まあ、次々と起きるわけですね。で10月28日だったんですけども、その日は、まあ、特別な日だということでですね、山の家に行っていたわけですけども、朝方ね、目を覚ます直前にその赤い2つの光がですね、部屋の中を飛び回っているのをワイフが目撃しています。ただ奇妙なことに目を閉じても見えたと、ワイフはそのように証言していますが、そのことをですね、私に言うのを忘れていましてね、翌日ですよね、29日の朝ですけども、再びまた朝起きると同時に赤い開口がですね、2つ並んで飛んでいるのをワイフが目撃します。こうしてその時に初めて私に話してね、あなた昨日も見たのよって言うもんですから、なんで僕に話さなかったんだって怒った、その怒った気持ちはよく覚えています。でそういう事件が起きるわけですね。他にも、まあ、いろいろあったんですけども、まあ、その要するにこういう事件というのはですね、まあ、要するに思い過ごし、あるいは夢だったかもしれないという、まあ、可能性がね、少しでも残るということは夢ではなかった、思い過ごしではなかったという、まあ、その可能性が消えない限り、それ以上はね、私の方もあれこれ考えるということはしないように、この頃にはもう、ね、しなくなってましたね。というのはこういう事件が起きるとね、もう大変疲れるんですね。何だったんだって感じでね。こうして開口事件が次々とつながっていたわけです。そして2019年の4月に今度は黄金色の開口事件というのが起きます。フラッシュ光を見られた方が2人、開口が部屋を横切るのを見られた方も見ますし、それから三角形の UFO 事件、三角形の UFO がホバリングしていた、あるいは透明人間のようなものを見たという方もいらっしゃいました。でここで初めてですね、その時の様子がですね、たまたまスマホでね、私を撮影なさってくださっていらっしゃいました名古屋市のね、M みゆきさんの iPhone に映っていました。ギザギザラインでした。このギザギザラインがなぜ重要かというとですね、これがですね、実は後で、まあ、重要なそのつながり線でつながっていくわけですけども、まあ、忘れないように先に言ってきますとですね、1996年にですね、コロンビア号、スペースシャトルのコロンビア号がですね、STS-80 という、まあ、その実験をするわけです。で宇宙へ出かけて行ってですね、宇宙服を着て遊泳するという、まあ、実験に行ったんですけども、それが失敗するわけですよね。その実験の間際になってからですね、いわゆる、まあ、操縦席と、まあ、いわゆる格納庫をつなぐあの隔壁ドアのドアがですね、隔壁のドアがですね、開かなくなってしまったんですね。それで、まあ、それでスペースシャトルはそのまま何もしないで地上に戻ってくるという事件がありました。でその時にその格納庫の方にあったですね、固定カメラがですね、その奇妙な光を捉えていました。その光とですね、その、まあ、M みゆきさんが iPhone に撮られたその光とですね、酷似していたということです。さらにですね、その光とですね、ずっと2020年の、10月、またつい先日ですね、に私の部屋に現れた光と一致したんですね。形、姿、様子、全く同じです。その動画も皆さんにご覧いただけるようにしました。こうしてつながっていくわけです。そしてですね、2019年の9月に緑色の開口事件というのが起きます。これは
7、8人の人が見られたんですけども、2人を除いてですね、その私の目の周りで見たとおっしゃったんです。ところが、まあ、それはね、まあ、ひょっとしたら私の眼鏡のコーティングのせいではないかと考えました。がしかしですね、あの日はですね、3時間余りプロジェクターはつけたままにしてあったんです。つまりその、ま、スクリーンカーテンを閉めてね、やや薄暗い感じだったもんですから、プロジェクターをつけたままにしてあったんですよね。ところがですね、その皆さんが緑の光を私の目の中に見られたのはですね、終わりがけの、本当に終わりがけ、もうあと終わ、もう時間が過ぎて、もう終わりますよ、終わりますよっていうところに、時に出たんですよね。と同時に、もう一つ不思議なことはですね、その日はですね、私、そのままビデオダイアリーに載せよう、まあ、載せませんでしたけども、載せようと思いましてね、その最初の30分間はですね、ビデオカメラで自分の顔を撮ってたんですよね。しかし、そのビデオカメラには何もそんな緑の光は映っていませんでした。この2つの理由によってね、言ってですね、私はやはりあの緑色の開口事件というのはあったと思います。いわゆるまあ皆さんがですね、私の目の周りで緑色の光が動き回るのを見られた時刻ですよね。その事件はあったと思います。しかし、まあ、小さな光だった、点だった、まあ、小さな丸だったということだったもんですから、その事件はそれで終わったわけですけども、その日の夜ですね、ワイフが変なことを言い出したわけですね。私は、まあ、その前にから言ってたんですけども、その夜ですね、私が書斎から出て今行くとですね、ワイフが絵を描いてましてね、あなた私が見たものこんなものだったんだよと言って、直径15センチぐらいの、まあ丸を描いて、ね、真ん中が緑に塗りつぶしてありました。でこれが私から見てですね、左が40センチか30センチのところに、ちょっと距離は分かりませんけども、ワイフが言うにはそのあたりにホバリングしてたというんですよね。でそれを、まあ、見てこんなものが見たのかという話をしてたんですけども、その翌日だったか 翌日ですね、鈴木 Y さんの方から速達が届きました。でその中に鈴木 Y さんもその緑色の球体、15センチから10センチ、大きいもんですよ。そして眩しいばかりに美しいというふうに、まあ、鈴木さんも私の美しかったと、鈴木さんも私のワイフも言っておりますけれども、それをご覧になったわけ、鈴木さんはご覧になったわけです。私のワイフは見たわけですよね。で鈴木さんはですね、私の向かってますか、右手の1メートル離れたスクリーンのライト、スクリーンからも離れ、ライトの幅からも離れた外に、それが、まあ、15分ぐらいとおっしゃったかな、ちょっとその数字記憶しても覚えてませんけど、15分ぐらいの間、そこにホバリングしてたと。やっぱり美しかったというんですね。それで私は、まあ、2人の証言がですね、まあ、2人とも絵を描いてきてくださった、まあ、くださったもんですから驚きましてね、ワイフの話は本当だった、そして鈴木 Y さんの話も本当だったということを確信しました。ワイフもその話は一切あの会場ではしてませんし、また鈴木さんとワイフがですね、個人的に話をしたということもありませんでした。それが9月に起きたわけですね。それが2019年の9月の緑色開口事件とつながっていくわけです。そして10月とうとう出ますかね、横浜の UFO 事件というのは起きます。これは窓の外をですね、 UFO が横切ります。しかしこの UFO についてはですね、最も大きな謎はですね、あの時窓はですね、すりガラスなんです。でそのすりガラスの向こうにはですね、その向こうにあったはずの足場がね、あるはずが、その埋めてもいいわけです。もしもその、まあ、もう一回言いますと、部屋のすぐ外は工事用の足場がありました。そしてその足場のあったはずなんだけども、そのすりガラスのところをですね、 UFO が横切るわけです。その分析もした動画をですね、やはり林浩司の、まあ、今日ね、その動画も流しておきましたので、皆さん、もう一度皆さんの目で確かめていただきたいんですけども、何が奇妙かといってですね、 UFO がそこを横切ったということもさることながらですね、窓のすりガラスの向こうにある足場があるわけですね。足場は何も映ってないんですよ、影が。結構あの足場っていうのは横棒、縦棒、しげくあの走っているんですよね。まあ、縦棒はたまたま間に挟まったから見られないということはありますけども、横棒、よく特に 足を乗せる台がですね、何も見えないんですよ。見えないにもかかわらず、その向こうを飛んだはずの UFO が映ったということなんですね。これはどういうことか全くわからなかったんですね。それでその翌月の11月にですね、私は同じ会場で同じ人たちに皆さんに集まっていただきまして、検証
会というのをしてみました。しかし11月は小雨が降っていたのかな、雨が降っていたんですけども、まあ、一人の方がですね、栗林さんという方がですね、傘を持ってね、そしてその窓の外に立ってくださったんですよね。まあ、ハラハラドキドキだったんですけども、そして傘をですね、動かしてみたら、そのすりガラスすれすれのところで会場にいた皆さんがね、あ、それだった、そういうふうに見えたという話をなさったわけです。となるとおかしいんですよね。もう一人います。位置関係が合わないんです。すりガラスの向こうには、外側には足場があった。しかしその向こうを通ったはずの UFO はみんなに見えた。しかし UFO はみんなに見えたのだけれども、写真をいくら見ても、動画をいくら見てもですね、足場が映ってないんですね。まあ要するに UFO が通った、その光景が見られたということは、足場が映っていてもおかしくないわけ。ちょうど私のね、頭のちょうどてっぺんあたりに、その足場が、いわゆる、まあ、特に太いね、支え棒ではなくて、いわゆる歩く足場って、足場ですよね、あったんですよ。ですから、それを あったんなら、私の頭の上にその影がですね、足場の黒い影が見えていてもおかしくないんだけども、それは見えなくて、そのUFO だけが通り過ぎたのが見えたということなんです。で、まさかのまさかですけども、その頃ワイフが言い出したんですよね。あなた、UFO っていうのは、その、窓のすぐ向こうを通ったはずよって言うんですよ。で、どうしてって聞いたら、だってすりガラスを通して見えたんだからってことをワイフが言ったわけですよね。で、それはないだろうということで終わっていましたら、その事件と今度はですね、2020年の4月のUFO 事件とつながっていくわけです。で、その時はですね、大きな UFO と、まあ、小さい、まあ、UFO と現れるんですけども、小さい UFO がですね、白い電子辞書の間をすり抜けていくわけです。それ見た時に、つまりは UFO というのはすり抜け技術、つまり物をね、物と思わないでそれをすり抜けていく技術を持っているんだということを知りました。そしてそれを裏付けてくれたのが2020年の10月の先月ですよね、のそのもう第2回目の部屋の中の UFO 遭遇事件というのだったわけですね。その中にはですね、線上の細い線の UFO が現れるわけです。そしてその線がですね、ちょうど机の中に潜り込んだ形で、そしてシュッと通り抜ける様子がまともに映っていました。こうして私はですね、 UFO というのは物体を通り抜ける、つまりこの世のものとは、この世と言いますかね、人間のその技術って言いますかね、テクノロジー、あるいは知識では理解できないようなものだということを知りました。つまり2019年のですね、10月の横浜 UFO 事件の時の UFO も、そして2020年4月のその部屋の中を動き回った UFO も、これ40回以上映っているんですよ。まあ40分ぐらいの、30分から40分ぐらいの時間の間にね、まあ、その中の一つがですね、まあ、はっきりは分かって一つ分かっているのは、白い電子辞書の間をすり抜けている。そして10月はですね、その線がですね、ピッ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 と横切っているのが分かるわけです。ここでどこでつながるかというとですね、この2020年の10月と2020年4月と10月です のその UFO がですね、すり抜けているというところでつながるわけです。線でつながるわけです。そして10月のその線がですね、ずっと戻りましてですね、つまり STS-80 コロンビア号の、コロンビア号っていうのはですね、あの時はですね、いろんな UFO が映り込んだ写真が FBI が公表してしまうんですよね。というのは、その当時はそれをエイリアンオリジン、つまりエイリアンのものであるとは誰も考えなかったんですね。ですから、まあ、当時はですね、私記憶にある範囲ではですね、宇宙ボタルという言葉は皆さん使って説明しておられたように思います。つまりですね、 STS-80 で宇宙遊泳に出かけたんだけども、その時に宇宙ボタルが飛んでいた、宇宙ボタルが飛んでいたということを記憶のどこかでね、報道されていたのを覚えています。つまり UFO はまだその時にね、それが UFO だなんてことは誰も思わなかったわけです。ですから FBI がですね、うかつにも出ますか、まあ、知らずしてですね、それを公開してしまった写真、まあ、その写真などはですね、今日の動画、この動画の中でも紹介しましたけども、皆さんにご覧いただけるようになっています。今ちょうど上に、まあ、画面の中で見ていただいているのがですね、上が STS-80 のいわゆる、まあ船内を走り回った
いわゆるラインです。下がですね、2019年の、4月にですね、M. みゆきさんがスマホで撮ってくださった、その私の集音機のね、表面の上を走り回る光線です。これがですね、まあ、上を拡大すると下のようになるという意味で、ここで点と点がつながります。そして STS-80 のですね、このラインと、そして2020年の10月ですね、また先月の部屋の中を横切ったラインとつながる。というふうにしてつながっていくわけです。こうして一連の事件がですね、線でつながっていくということです。そしてですね、少し話戻りますけれども、2019年の9月にですね、緑色の開口事件というのが起きます。これは緑色の開口事件だけで終わったわけですけれども、その会場においでくださる途中でですね、その日は確か1時間遅くして始めたと思います。1時10分頃、私、駅に着いたのを覚えてますから、ちょうどその時、その頃なんですけれども、岐阜県の可児市のね、鈴木 Y さんが車でね、会場へ向かって、来られました。その途中でですね、美濃加茂市の上空で、まあ、UFO を、まあ、偶然撮影なさるわけですよね。で、その映っていた UFO がですね、アポロ11号の月面着陸の時に撮られた写真の中に映り込んでいた UFO と、そして、アポロ13号の、まあ、救出の時にですね、フランスの方からリークされた写真なんですけども、その写真の中に映っていた UFO の形と一致しました。ここでもつながっていくわけですよね。で、まあ、決めてと言いますか、極めて重要な位置を今、私は位置ますかね、事件だと感じているのがですね、つまりこうした一連の事件、光、まあ、豪雨については少し離れますけれども、豪雨というのは一つの、まあ、サインのように私は考えています。何かね、重大な事件が起きる前に、まあ、つまり私に聞かせてくださったということになるわけですけども、その光事件とかね、それから UFO 事件というのは、その中心にね、実は、STS-80、1996年の、いわゆるコロンビア号によるね、宇宙遊泳事件に、時に撮られた、まあ、いろんな動画が撮られていたわけですけどもね、まあ、その動画に撮られていた、その光と、光を中心としてですね、まあ、点と点が線でつながったということになります。こうして見るとですね、今一連の9月とから、2016年の9月から起きた大豪雨事件に始まってですね、2020年の10月の部屋の中の UFO 遭遇事件に、まあ、終わるわけですけども、そうした事件がですね、まあ、一つ二つを除いて、すべて点と点がですね、線でつながったということです。一見するとすべてバラバラの事件のように見えますが、何かしらと言いますかね、一つずつ、まあ私は当初2016年の頃はですね、いろんなテレパシーというものを経験させていただいたことがありまして、何かしら教育されているという感じを持ちました。まあ、私の職業柄ですね、まあ、先生が生徒にものを教えるように少しずつ噛み砕きながらいろんなことを教えてくださったということですね。それがずっと続いていて、2020年の10月までそれがだん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 エスカレートする形で徐々に、まあ、いろんな事件をですね、私に見せてくださったということになります。そしてそれをですね、私の仕事はですね、それを今度は皆さんにお伝えするということになるわけです。それが私の仕事というふうに考えています。それ以上のことは、まあ私は分かりませんし、ないと思いますけども、それは分かりません。これから、とにかくこの上の人のなさることはですね、予測不可能と言いますかね、何が起きるか全く分かりませんし、その先はまだまだあるわけですよね。いつも、あ、これでおしまいだな、これでもうこれ全て見たな、これでまたおしまいだなと思っていると、また次の全く予想もできなかったようなことを見せてくださるわけですよね。それがずっと続いているわけです。で、少し、ジョナサン・リード氏の事件と、そして今回の10月の、まあ、事件ですね。2020年の4月と2020年の10月の事件ですよね。2017年のジョナサン・リード事件というのは、まあ、これは本当に、まあ、気味が悪い事件だったんですけども、そのジョナサン・リード事件で、これは私には関係ないんですけども、ジョナサン・リードという方はですね、まあ、森を散歩中にですね、愛犬と一緒に森を散歩中にですね、UFO に遭遇するわけです。まあ、小さなね、大きさはね、
動画の中で話しておられたんですけど、今記憶にないんですけども、長さが3メートルとか4メートル、小さなもんですよね。の、いわゆるまあ6面体の、まあ、真っ黒なっていうところでもですね、ちょっと気になるんですけどもね。というのは、2016年の11月に今行くよって言われてね、外を飛び出して見せてもらいました UFO の大きさがです、色がですね、真っ黒だったんですね。そういうこともありますから、決して無視はできないと思うんですけども、そのジョナサン・リード氏がですね、その UFO の中に体半分入れるんですね。入るんですよね。その中に何だろうと思って。そしたらその中はですね、広い部屋とおっしゃったかな。何度もね、連絡取り合っているメールを交換したんですけどもね、話も聞いてるんですけども、要するにその中はですね、まあ、いわゆる広かったっていうんですよ。かなり大きな部屋だったような感じだっていう、まあ、確かそんなことだった。ちょっとその辺のことはですね、もう、はい、3年前になりますから、よく覚えてない。とにかく広い部屋だったというんですね。これはね、大変興味深い発言だと思います。というのはで、その写真はジョナサン・リード氏が撮ってですね、発表してますからね。ですから、まあ、証拠があるということになるわけですけども、そのジョナサン・リード氏がですね、証言によれば、小さなUFO だったけども、体が入ったらもう広い部屋だったって言うんですよね。要するに、十分なってますか、部屋と言えるほど広いってことなんですね。で、そのことをですね、私流に解釈すると、二つのことが考えられるということですよね。つまり、そのジョナサン・リード氏が、一つはですね、その UFO に入った途端に、その UFO が巨大化したか、逆に、ジョナサン・リード氏がその UFO に入った時に、ジョナサン・リード氏自身が縮小したかということなんです。つまり人間をですね、自由に大きくしたり小さくしたりすることもできるということなんですよね。まあ、その後の方の仮説によればですね。しかし、まあ、私はその今まで、まあね、そこまで深くは考えなかったと言いますか、ただジョナサン・リード氏の証言によればですね、体を入れた途端に中は非常に広かった。まあ、でもジョナサン・リード氏は入ってしまわないでね、またすぐ、まあ、怖かったもんだからまた出てきたということをおっしゃってますよね。ですから部屋の中には入ってないんだけども、ジョナサン・リード氏はそのようにおっしゃってるわけということとですね、私ずっとその、2020年の4月の部屋の中の UFO 事件、小さいんですよ。大きいのでも直径が2センチ前後、小さいのは 2ミリから3ミリなんですね。しかもその2ミリから3ミリの方にはですね、それはもやもやとした物体ではなくて、小さなね、まあ、ビーズ玉のような感じでね、前の方がですね、どうも黒くなっていましてね、コクピットらしきものがあるんですね。はっきりしませんが、しかし黒い部分があるんですね。くるくる回転してるんだけども、時々その前が見えるんですけども、私はあれはですね、 UFO ではないかと考えています。小さいですけども、となるとそれを操縦している人間はさらに小さいということになるわけですよね。で、そんな小さい人間って考えていたんですけども、そのジョナサン・リードのね、死の経験をその中に照らし合わせて考えてみるとですね、ひょっとしたらその操縦士も、それから UFO もですね、自由自在に縮小できるんじゃないかというふうに考えています。事実、2020年10月のその動画の中にはですね、奇妙なものがヒラ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 とこう動き回るわけですね。それをスローにして、100分の1スローにして皆さんにご覧いただけるように昨日今日としましたけれども、その中に映っている UFO はですね、どこか V 字型 UFO なんですよね。まあ、尾ひれがつくとかいろいろありますけれども、よく見ると V 字型なんですね。で、ここで V 字型が出てきますから、まあ、V 字型とは断言できないんですけども、全体として見ると V 字型の形で飛行しているわけです。小さなもんですよ。まあ、見た感じ、まあ、長さが3ミリ程度ですね、あれ。3ミリから4ミリ。4ミリはないと思いますね。まあ、5ミリはないですね。とにかく3ミリから4ミリぐらいの小さなですね、UFO が私の右腹の下の方をですね、ヒヤ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 と飛び回るんですね。ここで V 字型とつながり、2016年の9月の、12月、11月ですね、今行くよ事件の V 字型 UFO とつながっていくわけです。ただ一つ消せないのは、2020年の3月のファイル喪失事件です。突然と私の最も、ね、今大事にしている、まあ、命の記録ですから、その2センチから3センチもある、分厚かったんですよ。ずっしりと重いんですよ。その重量感、存在感のあるファイルだったんですけども、それをですね、棚に置いて10分か15分目を離した間に、
突然と消えてしまう事件が2020年の3月に起きます。いまだにそれは出てきてません。でその後で今度は出てスマホをなくす事件が起きましてね、それも慌てたんですけども、それは出てきました。ですからそれは人にも言ってませんし、まあ事件としてはそれをうかつな私のまあ要するにそのファイルの中の、またその中のファイルへポンと入ってしまったんですね。そういうまあ偶然が重なって、その中のファイルを私はどっかへしまい込んでしまったもんですから、そのままスマホはその一緒にしまい込まれたということになるわけですけども、まあ、それはスマホの場合です。それは出てきました。ですから自分自身にねトラウマができたと言いますか、少し自信がなくなったもんですから、しばらくその話については触れていませんでした。がしかし3月23日にファイルがなくなるという事件が、医療ファイルがですねなくなるという事件が起きました。保険証からね診察券、それから診察予約券とかね、検査予約券とかいろいろ入ってたんですけど、全部なくしてしまってね、お薬手帳と医院のいわゆるカードだけは残ってましたけど、それはワイフが預かってましたので、ね、あとは全部記録が消えました。はい、そういう事件が2020年の3月に起きました。この事件だけはですね、一連の事件とつながりは持ってないんですよね。はい。で、まあ、ですからこの事件をどう処理するかということで、まあ、ね、上の人が私のファイルを持っていったというふうに今解釈していますけども、何のためにどうして、そんなことをする必要ないのにっていうふうに感じるわけですけど、実はですね、こういう事件もあったんですよ。2016年の9月にですね、第1回目の大豪雨事件が起きるんですけども、その時の午前1時半頃にですね、私の体が真っ赤になるという事件が起きてます。もう寒い日だったと思いますけどもね、その日にいや寒いか暑いというのはよく覚えてないんですけども、要するにね、私寝室の障子戸をですね、暑さに気温に合わせて開けたり閉めたりする癖があるんですね。その時に10センチほど開いてたっていう記憶がありますから、暑い日はですね全部開けますからね、夏なんかですよね。ですから9月のその10センチということは暑くもないけども、まあ、しかし寒くもないという感じの時だと思います。その日の朝1時半ごろですね、急に暑くなりまして、そしてその私は頭を上げましてね、柔道の受け身の姿勢のようにね、そういった上げましたところ自分の体が真っ赤になっているのを、それは夢かもしれませんが、しかし暑かったんですよ。そして見たら自分のあばら骨が見えるような感じだったんですね。それがまあスーッと見て、また、ね、眠ってしまったんですけど、その直後今度は急に寒くなりましてね、まあ猛烈な寒気でした。それでガーッとなってますかね、ブラブラって震えるんじゃないんですよ。電気信号のようにビーッとした感じの震えですね。それが体中を襲いましてね、寒くて、それで慌ててワイフの布団の中に飛び込んで、ワイフにまあ温めてもらったというのが9月の、26日の午前1時半ごろ起きているんですよね。ですからその事件はその日の午後になるまで思い出すこともなくてですね、昼頃になってから、実はね、朝前にね、大豪雨の話を聞く前にこんなこともあったんだよって話で初めてワイフに話したんですけども、それは夢だったかもしれないということもあるもんですから、分かりませんけども、何かしらこう私の体を調べるということについてはですね、上の方がですね興味があるんじゃないのかなというふうには私は感じています。しかしその事件とですね、その2020年の3月のファイル喪失事件とつながれば、何かこう全部がつながっていくということになるわけですけどもね、まあ、要するにまあそうした一連の事件がですね、そのつながっていくということです。あと日にちでつながることがあるんですよね。例えば2017年の11月にですね、いわゆるまあワイフがですね、白と、コバルトブルーのいわゆるまあ UFO を遭遇するわけですけども、私見てないんですよね。背中合わせで反対側を見て、パソコンのカタログを読んでましたからね。でワイフが突然、あ、ホタルなんて、まあ間抜けたことを言ったもんですから、11月にね、足でポンと蹴ってね、バカ野郎、今頃ホルタホタルなんか飛ぶかと言って足をポンと蹴ったのを覚えてます。その時にワイフはですね、その UFO をじーっと見てたみたいですね。まあそういうことがあったんですよ。まあそういうことがありましてね、それもつながっていくわけですよね。そしてまあもう一度最初から言いますと、2016年の大豪雨事件、そして大豪雨事件、今行くよ事件、そして圭弘和君の事件、それから2017年の3月ジョナサン・リード事件、これはまたいろんな意味で不思議な事件なんですよ。はい、
まあ、11月、まあ、それはまた別のところで話させてください。で11月に UFO 遭遇事件ですよね、ワイフのね。それが12月に画像転送事件、その第2回目です。この日は12月1日はよく覚えてるんですよ。まあ、理由があるんですけどもね、まあ、それもまた別のところで話させてください。2018年はパーティー事件ですね、まあ、これはもう4月はもう大事件もう続けて起きた月だったんですけどもね、まあ、それはあの UFO 絡み、エイリアン絡み、やるは神絡みじゃなくてですね、そして4月に赤い開口事件というのは起きます。浜松市の社会福祉文化会館で起きます。8月に熱海の会館で白色の開口事件が起きます。そして10月にワイフも、まあ、いわゆる赤い開口を見るわけですよね。2つ、その赤い開口と、それから7月の赤い開口とつながっていきます。そして2019年に入って黄金色の開口事件、その間にも、ね、細かい事件いっぱい起きてるんですよ。あとでこの頃ですね、数えてみたら40何回ぐらいあったんだななんて話しましたけども、まあ、その頃になりますとね、まあ、率直に言いまして、まあ、よくあるということで、まあ、例えば2019年の1月だったと思うんですけどもね、座標が示されましてね、日時も書いてありましたけど、座標はですね、まあ、Google Earth の方でね、調べて打ち込んであったもんですから覚えているんですけども、覚えていたんですけども、日にちを今になってみると忘れたんだけどね、忘れてしまいましたけども、要するに会いに来いという、まあ、連絡があったんですよ。しかし行かなかったんですよね。それでそのことをですね、三重県の M さんに話しましたら、 M さんがですね、その日にその場所を行ってくださいました。しかし何も起きませんでした。その前にですね、その1月にその話があったときにですね、私は行かないって言ったんですよ。そんな遠く嫌だって。淡路島だったんですね。でワイフがそこに立ってましたから、なお前この淡路島へ来いって言うけど、行くかって言いましたら、ワイフが嫌よって言ったんですね。まあ、淡路島にはあまりいい思い出がありませんでしたのでね、そこへ行くのは嫌だというふうにワイフが言ったわけです。まあ、そういうような事件がありましてね、まあ、で私はその時に返事でね、それからまた連絡って、まあ、上の下からねサインがありまして、じゃあ日にちをお前の方で言えって言ったんですよね。まあ、そんな感じだったんですね。言葉じゃないですよ、強い思いですよ。あれは言葉で来る時もありますし、まあ、言葉でないなってますか、思いで来る時もあるんですよ。それは普通の思いとは違うんですよね。今日夕食に何しようかなという思うは思うですけども、そうではなくて、もうなってますかね、しっかりとした思いです。形のある思いでね、あなたの方で日にちを決めろって言ったんですよね。それで私は僕の誕生日でいいって言ったんですよ。私の誕生日でいいって言ったんですよね。それが、誕生日というのはですね、2つあるんですね、私ね。戸籍上の誕生日は10月28日です。そして、本当の誕生日は10月27日なんですよね。その年の2019年の10月27日にですね、横浜の UFO 事件というのが起きます。それは画像に撮られてましてね、栗林さんという方がもうですね、やっぱり手持ちの iPhone でずっと撮っていてくださいましてね、その UFO を見事にキャッチすることができました。まあ、そういうことがありましてね、まあ、その事件がつながっていったわけです。で11月は、まあ、雷鳴事件が起きるわけですね。2回あるんですよ。だいたい2回ずつ繰り返してくださるんですけども、ね、11月の30日と12月の入って2日か3日だったと思いますけども、今度はパルス信号事件というのがあるんですね。それは、まあ、パルス信号というのはね、何らかの形で入るかもしれませんけども、しかし雷鳴についてはですね、これはありえない事件ですから、皆さんもぜひ興味のある方は私のホームページの方から聞いてみてください。全く身に覚えのない音です。そして12月に六芒星事件というのが起きます。私の背中側にですね、巨大な六芒星が、黄金色の六芒星が現れました。これは勉強会の席で起きましたという事件が起きてつながっていくわけですね。そして2020年の3月にファイル喪失事件が起きて、4月に部屋の中の UFO 事件というのが起きて、5月にワイフの UFO 遭遇事件というのが起きて、これは同じものをですね、4月にビデオの中に映っていたものと同じものをですね、5月に今度は実際の肉眼でですね、ワイフが廊下の上をですね、ふわ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 と飛び回っているのを目撃しました。もちろん私は見てません。その時私は高校生に、英語か数学を教えていました。2人来てましたからね。で先月ですね、2020年の10月に第2回目の部屋の中の UFO 遭遇事件というのが起きました。以上の事件をずっと並べて考えてみるとですね、それぞれが関連し合っているイコールそれぞれの事件をですね、点と点とするならば、その点と点がですね、線でつながっているということです。それを今日皆さんにお伝えしたくてですね、で私の印象ではここで事件は終わらないと思います。まあ、はい、終わりません。あり
まあそれなんとも言えません。要するにそういうことですということだけを皆さんに報告してね、以上事実のみを皆さんに報告しましたということで、今日のビデオダイアリー終わります。では失礼します。さようなら。バイ。